の一つ。艦名はフランス語でマッコウクジラ城が三種の総称に、ちなんで命名された。マッコウクジラコマッコウカシャロットはメイン州キタリーのボーツマス海軍造船所で寄港した。1933年10月19日に、KD ・ケンプによって V-8 として浸水し、1933年12月1日に、 艦長メリル・ガムストック少佐の指揮下収益する。成長後に偽装、試験、オーバーホールが行われ、カシャロットは1934年10月17日にカリフォルニア州サンディエゴへ向かい潜水艦部隊に合流した。合流後、1937年まで西海岸で艦隊訓練、水雷訓練、対潜水艦船,船訓練、 戦術訓練及び音響探知訓練などの訓練を行った。訓練期間中、カシャロットは大規模艦隊演習に参加するため、ハワイ水域へ2度、パナマ運河地帯へ1度巡航した。1937年6月16日、カシャロットはサンディエゴを出港し、コネチカット州ニューロンドンに向かい、ニューポート水雷基地で水雷実験を行った後、 1937年10月26日までニューロンドン潜水艦学校で音響訓練を行った。その後ニューヨーク海軍校省で長期オーバーホールを行い、1年後にカリブ海及びパナマ運河地帯での艦隊演習、水雷訓練及び音響訓練に参加する。1939年6月16日に新珠湾に到着し、 潜水艦部隊を呼び、偵察部隊の任務に就いた。カシャロットが、オーバーホールで、真珠湾海軍造船所に入居中の1941年12月7日に、日本軍が、真珠湾攻撃を行ったが、カシャロットの乗組員1名が負傷しただけで、艦は、損傷を受けなかった。海戦に伴い、オーバーホール作業は繰り上げられて完了。 ワールドマン・エム・クリス・チャンセン艦長の指揮下に行動することとなった。1942年1月12日、カシャロットは最初の紹介でカロリン諸島方面に向かった。ミッドウェイ島で燃料を補給した後、2月6日と7日にウェイク島、2月11日と12日にエニウェトク干渉、2月13日にウジェラング干渉、 2月16日と17日に、ポナペをそれぞれ偵察し、2月24日からは、トラック諸島、北水道を中心に紹介。2月25日から27日には、ナモヌイと干渉、ホール諸島を偵察し、日本軍基地に関する重要情報を収集した。3月18日、カシャロットは66日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。 艦長がジョージ・エールイスに変わった。カシャロットは整備後、ミッドウェイ島に開港された。6月9日、カシャロットは2回目の紹介で日本近海に向かった。この紹介では、6月22日にタンカーを攻撃して損傷を与えたと判断された。7月26日、カシャロットは47日間の行動を終えて真珠湾に帰島。艦長が ハリーシースティーブンソンに変わった。9月23日、カシャロットは3回目の紹介で、アリューシャン列島方面に向かった。この紹介では、アリューシャン列島から、ベーリング海を紹介。10月10日、カシャロットはレーダーで目標を探知。目標に接近した後、魚雷を2本発射。しかし、何ら変化を見せることはなかった。11月8日、 カシャロットは46日間の行動を終えて、ダッチハーバーに帰島これが、カシャロットの最後の紹介となった。その後、旧式化したカシャロットは、第一戦を退き、対戦後半は、訓練官として、ニューロンドン潜水艦学校でその任務に従事した。1945年6月30日に、ペンシルベニア州フィラデルフィアへ向かい、 同地で10月17日に退役する。除籍後、11月28日に一旦現役に、福下が1946年7月8日に再度退役。カシャロットは1947年1月26日に売却された。カシャロットは第二次世界大戦の先行で3個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。